ジャズ喫茶バリエレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、クラリネットをお届けするんですが、今日お届けするレコードはこちらになります。こちらですね、クラリネット吹いてますね。はい、今日はリーダーはですね、バディ・デフランコというクラリネット奏者です。タイトル名は The Artistry of バディ・デフランコ。それでクラリネットというとですね、まあすぐ頭に浮かぶベニー・グッドマンとかアーティ・ショーとかですね、まあ比較的このクラシックな感じがするんですけれども、楽器の性格もそんなに派手なものではなくて、まあ地味なもので、ちょっとクラシックな感じがするんですけども、このバディ・デフランコというのは、まあ、モダン・クラリネットと称される人なんですね。クールですし、それから非常にシャープでパワフルな時もありますし、非常に優れた人ですね。一緒にやるメンバーを見ればですね、やはりどちらかというとモダンの人なんですね。クラシックなソングもモダンにするという非常に優れた人なんですね。はい、それで今日お届けするのはこれは1954年の8月の録音なんですね。それで、一つ特徴を挙げるとするとですね、ソニー・クラークが入ってるんですね。まだソニー・クラークがニューヨークへ出ていく前の西海岸にいたんですね。1954年ピアノでクラークが入ってるんですね。やはりちょっと違うんですね。ニューヨーク行ってるのはブルーノートを代表とする奏法とかですね、フレージングとか、まあ、弾くのとはですね、でもこれがこれでいいんですね。今日お届けするのはこの中からオータムビーブス枯葉なんですが、ソニークラークのイントロから始めます。はい、それで、バディ・デフランコがリーダーでカルテットになってます。ピアノを取るようにバディ・デフランコのクラリネットですね。でピアノがソニークラーク、それからベースがユージン・ライト、ジン・ライトですね。それからドラムスがロバート・バリー、こういうメンバーです。はい、では枯葉をお届けします。お待ちください。